皆様、どうも、サバニののりさんです。さて今度今、エントリーを募集してますサバニフィッシングカップ第1回目の協賛ですね。各スポンサーさんからすごい豪華な賞品をいただきました。僕も本当はエントリーして1位になりたいぐらいのすごい数のですね、いろんな商品を提供していただきましたので、今日はですね、盛り上げるにも、この商品があったらなんかみんな、釣りをしててもワクワクするんじゃないかなと思いまして、ちょっと商品を紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。本当にありがとうございます。ありがとうございます。それではまずですね、焼酎浅井さんからのご提供です。なんと今回ですね、今巷で噂の、6種類あるんですけども、赤ワインの樽仕込みのすごい、豪華な商品になります。そして皆様ご存知のおなじみの朝日のですね、なんと一升瓶になります。あとこれもおなじみの高太郎ですね、一升瓶で、ご提供いただきました。ありがとうございま す。そしてですね、なんと浅井さんオリジナルのですね、T シャツをご提供していただきました。開けてみますか。開けてみますか、せっかくなんで。あとですね、浅井さんオリジナルでフェイスタオルも作ってまして、これもご提供いただきます。開けさせてもらう。朝日これいいですよね。こういう風なですね、応募モデルと浅井のオリジナルのタオルもご提供いただきました。ありがとうございました。続きまして4月からかな、オープンしました喜界島の、ウルコーヒーさんからご提供いただきました。僕もですね、毎日のように利用させてもらってるんですけど、今日も飲みながらやってますけども、ウルコーヒーさんから商品券としてですね、3500円、ご提供いただいております。コーヒーにするとね、いや何杯飲めるんですかね。6杯は確実にいけますね。なんで3500円か分かりますか。あ、分かんない。なんかウルコーヒーのウルが、はい、こっちの方言、あ、サンゴって、サンゴって、そうサンゴで35で、はい、3500円、そういうことですね。いただきました。ありがとうございます。じゃあ3500円の商品券がご提供されます。ありがとうございます。続きましてですね、なんと YouTube を見ていただいた、鹿児島の霧島ロイヤルポークさんって、霧島に黒豚の館ってあるんですよ。めちゃくちゃ黒豚が美味しいところがあって、はい、そちらからですね、ぜひ島を盛り上げて面白いことをやってるなということで、なんとですね、今回黒豚のですね、お肉のセットをいただくことになりました。ありがたいですね。でそれでご提供したいということでご連絡がありました。本当にありがとうございます。いいなぁ、食べたい。食べたいです。僕が取りたいんですけどね。皆さんも鹿児島とかですね、霧島行くときはぜひ喜界島出身者なんで、平さんがやってますんで、ぜひお立ち寄りください。今回のりさん動画撮った後に、鹿児島霧島黒豚ロイヤルポークさんから、はい、のりさんの方に連絡が来て、景品として出してもらう予定になってるしゃぶしゃぶのお肉ととんかつのお肉のセット、ぜひ先に主催者側の人たちが食べて感想を言ってくれということで、お肉をもらえることになりましたので、ちょっと食べていきましょう。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もう早速しゃぶしゃぶします。しゃぶしゃぶします。はい、はい、じゃあしゃぶしゃぶちょっといただきます。いただきます。最高です。美味しいですか。のりさん、とんかつもあるんですよ。とんかつをいただきます。いただきます。
パ。マジですか？最高。このしゃぶしゃぶタレが2種類あるみたいで、ポン酢とごまだれ。そのごまだれでじゃあいただきます。もうない。めっちゃ美味しい。口の中で溶けるの。ロイヤルポークさん、お肉ありがとうございました。ありがとうございました。ネットでも買えるので、皆さんぜひ買って食べてみてください。そうですね。あと霧島の方に行きますと、お店もやってらっしゃいますので、ぜひお店でこの味を食べていただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それからですね、北島酒造さんよりも商品をいただいておりますので、ご紹介させていただきます。ここにちょっとですね、またこれも色がかかってるんですけど、皆様ご存知かと思いますけども、昔からですね、樽で作っておられますキャプテンキットをいただきました。これですね、ハイボールにしてもすごく美味しいですね、はい、皆さんぜひゲットして、楽しんでいただければと思います。そしてですね、シマッチュ伝蔵の一升瓶をいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。これで打ち上げなんかしてもらってですね、はいそうですね、これで、はい、打ち上げとかやってもらったりして、楽しんでいただけたらと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもありがとうございます。さあ、そして喜界島観光物産協会さんからも、協賛をいただきました。ありがとうございます。観光物産協会さんからはですね、たまたまちょっと僕も今着てるんですけど物産協会のオリジナルの T シャツがありまして、ずっと僕も着てるんですけど、すごくいいんですよ、着け心地。おしゃれですよね。持ってます？持ってますよ。僕、2枚持ってます。あ、2枚持ってますこの T シャツをですね、皆様にプレゼントさせていただくということです。ありがとうございます。あともう一つ、喜界島観光物産協会さんで、今そら豆と塩だけで作ってる喜界島のそら豆醤油っていうのがあるんですけど、今絶賛発売中のそら豆醤油もご提供いただきます。ありがとうございます。さあ、まだまだ続きますすごい量、続きましてですね、サバニでもですね、皆さんにご提供させてもらってるんですけども、トバトバコーラさんからもご提供をいただきました。ありがとうございます。これはですね、濃縮されているシロップなんですけども、このシロップをですね、なんと6本、はい、6本もいただけることになりました。で、なんかさらにオリジナルのトートバッグもいただけるということなので、かわいいやつです、はい、この辺に出ますかね画像出る、はい、トートバッグトバトバコーラさん、いつもありがとうございます。本当に美味しいんでですね、皆さん炭酸で割って飲んでよし、あとホットミルクとかでもね、すごく人気がある商品ですので、楽しんでいただければと思います。ありがとうございます、トバトバさん。しかもこの作ってるキースさん、はい、もう釣り大会に出るらしいので、エントリーしてます。協賛でもありライバルでもあるというそうですねじゃあ頑張ってください、キースさんありがとうございました。さあ、続きましてですね、喜界島で、皆さん必ずご利用されている西牟田喜界島店さん、はいもちろん釣り人は釣り道具をね、買いに行ったりとか、あとホームセンターでもありますので、もう日々通ってはいるとは思うんですけども、西牟田喜界島店さんからも商品券をご提供いただけるということになりまして、はい本当にありがとうございます。もうこれ商品券なので、釣り具でもなくても大丈夫なんですかね。ですかね。釣り大会なんで釣り道具をぜひ、できれば釣り道具をね、はい買っていただいて、はい、そうですね、それでもっともっと釣りを楽しんでいただければと思います。西牟田喜界島店さん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。さあ、続きまして藤村さん、藤村さんって靴屋さんでもあるんですけども、釣り具屋さんもね、やってらっしゃって。豊富に、はい、釣り具がいっぱいありまして、僕らもちょくちょく行くんですけども、
藤村さんからもですね、今回ご提供いただけることになりました。ありがとうございます。藤村さんからですね、なんと楽しみな釣り具のセットをご提供いただけることになりました。何がもらえるんでしょうね。ちょっと気になりますね。ちょっと気になりますね。僕たちも何がもらえるか分かんない状態、分かんないです。どうぞですね、それはもう楽しみにしていただけたらと思いますので、まあ、この大会中ですね、西牟田さんとか藤村さんで道具や餌とか皆さん買うと思うんですけども、ぜひですねよろしくお願いします。はい、皆さんですね、いろんなあのスポンサーさん、ありがとうございました。ありがとうございます。まあ、サバにもね主催者して、はい、ちょっとご提供させていただきたいと思います。サバニはですね、今回あの1位、2位、3位の皆さんには、はい、せっかくですので、今回 の皆さんあの申し込んだ方にエントリーカードをお渡ししているんですけども、記念にこのオリジナルカードを T シャツにしたいと思います。チャンピオンはチャンピオンとしてちょっと分かるようにですね、分かるようにしたいと思います。世界で一つの、はい、世界で一つの第1回のフィッシングカップのチャンピオンはチャンピオンで分かるように、オリジナル T シャツをですね、3枚、はい、はい、提供させていただきます。それからですね、まあ、いつも皆さんにご利用いただいている、サバニバーガーとエラビチバーガー、はい、フィッシュバーガータルタルソースで、まあ、この辺に画像が出てくるのかもしれないですけどこれをですね、サバニバーガーとフィッシュバーガーをセットにしたバーガーをですね、6組、はい、提供させていただきますのでぜひですね楽しんでいただければと思います。今回はちょっとね、みんなで集まって閉会式とかちょっとできないので、あの寂しいんですけども、まあ次回からですね、あのみんなで開会式閉会式もできるといいなと思いますね。ところで、島中ライフはなんかこの前動画で言わせてもらったんですけど、シマッチュライフショー、まあ、いろいろ考えたんですけど、今僕が着てる T シャツ自分でデザインして作ったんですけど、この後ろがですね、この堤防部って書いてまして、はい、堤防部、まあ、釣り人誰しもがやっぱ堤防部に入ってるじゃないですか。まあ、堤防にはもう1回は行くと思うんで、釣り人の証としてこの T シャツを、T シャツをプレゼント、プレゼントさせていただこうかなと思います。まあ、いらないっていう人も寝巻きになるので、ぜひもらってください。よろしくお願いします。わかりました。今回たくさんの企業、お店の方からさっき紹介したみたいにたくさんの景品をいただいてるんですけど、まあ、順位ごとに発表していきたいと思います。1位の方から紹介していきたいと思います。朝日酒造様から新規の目覚め赤ワインダル、機械島酒造様からキャプテンキット、鹿児島霧島黒豚、ロイヤルポーク様から、お肉黒豚肉ですね、トバトバコーラ様からトバトバコーラのシロップと、トバトバコーラのショートバッグ、藤村様から釣り具セット5000円分、西牟田様から商品券5000円分、サバニ様からオリジナルの T シャツ、チャンピオン T シャツと、サバニバーガー、エラブチバーガーのセットの引き換え券、そして賞金1万円を1位の方には差し上げます。で、2位の方には朝日酒造様から黒糖焼酎の朝日、機械島酒造様からはキャプテンキット、トバトバコーラ様からトバトバコーラのこのシロップを1つ、サバニ様からオリジナル T シャツと、エラブチバーガーとサバニバーガーの引き換え券を1枚、藤村様から釣り具のセット3000円分、西牟田様から商品券3000円分、賞金5000円を差し上げます。で、3位の方は朝日酒造様から黒糖焼酎の高太郎、機械島酒造様からはキャプテンキット、トバトバコーラ様からトバトバコーラのシロップ、サバニ様からオリジナルの T シャツと、エラブチバーガー、サバニバーガーの引き換え券と、賞金3000円を差し上げます。4位の方には朝日 T シャツ、
黒糖焼酎シマッチュ伝道トバトバコーラのシロップサバニバーガーとエラブチバーガーの引き換え券を差し上げます。5位の方にはフェイスタオル黒糖焼酎シマッチュ伝道トバトバコーラシロップエラブチバーガーサバニバーガーの引き換え券を差し上げます。で6位の方にはトバトバコーラのシロップとエラブチバーガーサバニバーガーの引き換え券を差し上げます。6位まで紹介したんですけど、今回特別賞が3つございます。1つが喜界島観光物産協会賞というのを準備していただきました。物産協会にスタッフ、何人かいるんですけど、そのうちのスタッフの2名が、スケッチブックに、魚の絵を自由に描くみたいです。でその魚の絵に一番近い柄を釣ってきた方には物産協会賞としてオリジナル T シャツ喜界島の空豆と塩を使った空豆醤油を差し上げます。なんで物産協会賞は2つあります。よろしくお願いします。次の特別賞がウルコーヒー賞として、さっきも話に出たんですけど、ウルコーヒーのウルっていうのが島の方言でサンゴっていう意味で、サンゴを数字にして35なので、35センチの柄に一番近いサイズの柄を釣ってきた人にウルコーヒーの商品券、コーヒー券3500円分のコーヒー券をいただいてますので差し上げます。はい、で最後にシマッチュライフ賞として、この僕が着てる T シャツを僕が釣ってきた柄に一番近い人に T シャツを差し上げます。いらなくても差し上げます。でこの特別賞を聞いてもらったら分かると思うんですけど、1位から6位は長さ大きい順で決まるんですけど、この特別賞っていうのが、もしかしたらすごくちっちゃい魚の可能性もあれば、めちゃくちゃ大きい魚の可能性もあるんですけど、大会期間中2週間ちょっとあるんですけど、その間に釣れた柄の写真は、なるべく撮っておくことをお勧めします。でその大会期間中に釣った魚の写真の中から最終的に1つ提出してもらえばいいので、写真は何枚撮る分にも構わないので、ぜひちょっとこうでそういう賞を撮りに行くっていうのも1つの手かなと思いますので、よろしくお願いします。そうですね、一応エントリーがね、10月7日までが木曜日まで、はい、木曜日までエントリー期間になってまして、もう翌日から大会がスタートしますよね、はい、みんなで釣り人は多いんで、今小学生とかね、親子さんと申し込みに来られる方がいらっしゃって、ありがたいですね、はい、そういうのを見るとすごく嬉しくなりますね学生の方とかは保護者と一緒に申し込んでいただくっていうのが条件になってますので、またよろしくお願いします。あと、この前動画で言ったエントリー料が1000円なんですけど、18歳未満は500円に変更しましたので、はい、よろしくお願いします、はい。ということで、本当にだんだんとスポンサーさんからいろんなものを提供していただいてなんか最初予想もしてなかったような、ちょっと、はい、すごい盛り上がる大会になりそうでちょっとワクワクしてますね十分ですね、釣りをするときは怪我とかですね、事故とか本当に注意しながらですね、みんなで楽しんでいただければと思います。今回ご提供いただいたスポンサーの皆様、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ではサバニプレゼンツ第1回喜界島フィッシングカップ、盛り上がっていきましょう。イエーイ